夫は長男。義実家は同じ市内で、車で30分ぐらい。義姉夫婦も同じ市内で、車で10分ぐらい。義弟夫婦は転勤族で、全国の県庁所在地を転々。という位置関係だった。うちと義姉夫婦のところは、子供が一人。義弟夫婦はこなし。義父母は、共通の趣味を持ってて、史跡巡り旅行、とても仲がいい。夫ら子供たちに対しては、いい意味で淡白というか、孫のお祝いごとには、お祝い金やプレゼントをくださるし、旅行すれば、旅行先から、海産物や果物などを送ってくださったりするけど、子供たちの生活には無干渉な人。変な言い方だけど、お金は出すけど口は出さない、両うとめ。義姉は、嫁ぎ先でお舅さんの介護してるし、義弟は転勤族なので、何かあったら、義父母のことは、うちがお世話するんだろうなと、漠然と考えていた。が、義父母が古希を迎えたある年に、全員が集まった時のこと。いいところ見つけたから、老人ホームに入る。と宣言された。二人とも、まだ古希を迎えたばかり。養子縁すら受けていないぐらい、元気に自立していたが、そこは、もともと、自立化養子縁が入居条件なんだって。でも、今後要介護になっても、就寝面倒を見てくれるらしい。窓から富士山が見える場所で、何度か見学に行って、体験入居もいつの間にかしてた。あっけに取られながらも、義父母らしいなーって思ってたが。そんなわけで、自宅も処分していくから。手義父が発言してから、義弟夫婦がわかりやすく取り乱した。何でも、自分たちは転勤貧乏で、兄ちゃんや姉ちゃんは、地元で暮らして家を持ってるけど、自分だけこんなんだから、いずれ地元に戻ったら、実家をもらうつもりだったってことらしい。それを聞いて、義父は、自分たちは、親の介護で苦労したから、子供たちには、そういう思いをさせたくなかった。幸いこの家は、地価が上がってくれたので、処分すれば、蓄えと年金を合わせてやっていけるという算段なんだが、この家を欲しいってことは、父さんたちの面倒を見る覚悟はあるのか?と聞いた。黙ってる義弟夫婦に、今度は義母が。口を開けば、転勤貧乏って言うけど。確かに、しょっちゅう言ってた。帰省してくるたびに、交通費として援助してたでしょ。まさか、ただの小遣いとでも思ってたの?と。年末年始に帰ってくると、毎回30万ずつ、交通費として渡してたんだって。義母としては、うちや義姉夫婦のところには、子供関係でお金を出すことがあったけど、義弟のところには子供がいないので、それがないからってことも含んだお金だそうだ。確かに、子供関係って言ったって、年間でそんなにもらったりしないから、転勤貧乏への援助だったんだろうな。結局、その半年後に、予定通り家を処分して、ホームに引っ越していったが、引っ越す前に、生前贈与として、いくらか義弟だけに渡したみたい。ただし、相続時には、その分を相殺することは念を押したそうだけど、夫と義姉に、事前に、今回のその話はしてあったらしいけど、それについては、二人とも、特に何も言わなかったとか、介護が嫌だとか、そういうことではなく、親がそんな風に考えて、自分たちで気に入ったホームに入る決心をしたのなら、子供が何を言うこともないと思ったって言ってた。私も賛成。後で聞いたら、10カ所ぐらい体験入居したんだって。すごい。この間の年末年始、義父母がいるホームの近くの温泉地で宿を取って、義父母も一緒に、義姉一家と私たち一家で年越しをした。義弟夫婦は、あれ以来、地元に帰省してくることもないし、その時も誘ったけど来なかった。もう来るメリットがなくなったってことなのかな。義弟の話になると、義父母が寂しそうなのがたまらない。